今夜のエキサイドボクシングはダブルメインタイトルマッチ。さあここからは OPBF 東洋太平洋ミニマム級のタイトルマッチ、チャンピオン中島博史対チャレンジャーアラン・ダニザの一戦をお送りしてまいります。もうすでに両選手がリングに上がっています。紹介されます。はい、前より東洋太平洋ミニマム級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー105パウンド渡辺ジム所属、東洋太平洋ミニマム級チャンピオン中島博史。王者が迎えます初めての防衛戦、初防衛。独特の緊張感の中、プレッシャーは全くないと話しておりました。さあどんな戦いを見せるんでしょうか。青コーナー挑戦者105パウンドフィリピン東洋太平洋ミニマム級8アラン・ダニザ。かつて19歳で東洋太平洋ライトフライ級のタイトルマッチを行ったこともありますアラン・ダニザ、22歳にしてプロカリアは5年以上未知数の力を秘めています。場内はレフェリージャッジが紹介されていますが、この戦いは世界チャンピオンのお二人、世界ジュニア級ライト級チャンピオン精密機械沼田義明さんと、そして元世界ストロー級チャンピオン日本の救世主大橋秀之さんのお二人でお送りしてまいります。場内にレフェリージャッジが紹介されました。 OPBF 東洋太平洋ミニマム級のタイトルマッチ12ラウンド、ご覧のように白いトランクス、黄色いラインが入っています。チャンピオンの中島、チャンピオンとして初めて迎えるチャレンジャーはフィリピンのアラン・ダニザ。画面左、身長は中島160センチ、アラン・ダニザ158センチ。チャンピオンの方が身長では上回っています。王者にとって迎える初めての防衛戦、チャンピオンになるよりも難しいと言われる初防衛で、果たしてどんな戦いを見せますか、チャンピオン中島博史。OPBF 東洋太平洋ミニマム級のタイトルマッチ12ラウンド、さあ今第1ラウンドのゴングが打ち鳴らされました。白いトランクスに黄色いラインが入っています。髪の毛を茶色く染めています。チャンピオンの中島博史、渡辺ジム24歳です。戦績は14戦しまして13勝1敗、わずかに1つしか負けがありません。対する不気味なチャレンジャー、黒いトランクスにこちらは黄色いラインが入っています。OPBF 東洋太平洋の第8位にランクされています、フィリピンのアラン・ダニザ。沼津さん、はい、この戦い中島が初防衛戦でどんな戦いを見せるかということになりますが、どんな戦い期待されますか。まあそうですね、接近戦のその打ち合いはあまりそのうまくないですから、やはりその中間距離でその自分のボクシングですね、するちこと。ダニザの場合は身長差は違いますから、はい、相手のその懐入れてね、攻撃して畳みかけるようなその攻撃をさせないということが中島の防衛ができるんじゃないかなというような、ね、印象でしょうね。やはり中島の距離、中間距離だということになりますでしょうかね。まあ、その通りですね。そして大橋さん、はい、この相手のアラン・ダニザという選手なんですが、はい、まあ、身長は中島の方が上回っているんですが、はい、非常にバネのありそうな体してますね。そうですね、まあ、でも1ラウンドからもっと積極的に攻めてくると思ったんですけども、はい、まあ、予想外にあまり出てこないですね。両者ともに右構えです。身長では中島の方が2センチ上回っておりますが、中島は大きな特徴、身長よりもリーチが10センチ上回っています。そうですね、やはり手足がね、はい、すごく長いですよね。本当に身体的に恵まれてますよね。はい、中島は6月の東洋太平洋のミニマム級王座決定戦でフィリピンのカルメロ・カセレスを2対1の僅差の判定勝ちで下しまして、そしてベルトを手に入れました。初めての防衛戦です。まあ、沼田さん、はい、初めての防衛戦、独特の緊張感もあるかと思うんですが、まあ、そうですね、まあ、それとですね、中島はその左打つ時にそのラリータがその右クロスを合わせてますから、右クロスを合わせている、合わせていますから、このパンチは要注意しなきゃいけないですね。はい、中島が足を使って距離を取って、そして時折アラン・ダニザが飛び込んでいくという、まあ、予想通りの展開になりました。第1ラウンド残り時間1分を切っています。チャンピオンの中島、初の防衛戦飛び込んでいきました。アラン・ダニザボディから右、体
これは一番頭の上の方にパンチが当たりました。中島が飛び込んでいるところ、アランダニタがダブルでパンチを持っていきましたが空を切っています。飛び込んでいく左のフックですね、はい、左のフック、ラニダのこの右の大振りのフックね、はい、これだけは怖いんでね、はい、後のパンチは怖くないんで、はい、中島選手、まあ、戦いやすいね相手じゃないでしょうかね、はい、そうですか、アランダニタは通算での成績が26戦14勝7敗5分けです。ここ3試合勝利はありません。ただしかし今回は非常に状態がいいとトレーナーは話しておりました。第1ラウンド残り時間ほとんどありません。 OPBF 東洋太平洋ミニマム級タイトルマッチ第1ラウンド終了です。中島の初めての防衛戦です。第9ラウンド中島がいいパンチを当てました。しかしアランダニタも左を持っていってこの右アッパーはちょっと危なかったですね。危なかったですね、はい、ただしかし中盤以降また盛り返していきまして中島がようやく前に出るという形がありました。さあ初めての防衛戦残り3ラウンドですね、10、はい、11、12、3ラウンドということになりました。大橋さん、はい、ラニタがちょっと第9ラウンド終盤以降は疲れているかなというようなシーンもあったんですが、そうですね、9ラウンドはチャンスを掴んだんですけども、そこでちょっと打ち疲れてしまいましたね、はい、だから中島君これチャンスですから、はい、もう積極的に自分からもう接近戦のねアッパーフックをね、はい、打って攻めていきたいですね。接近戦になりました。序盤は中間距離をなかなか保てなかった中島です。飛び込んでくるラニタのパンチ時折もらうような形がありましたが第9ラウンド以降ようやく中島が前に出始めた。右ストレート、よし右、さあ体を前に出るが、しかしラニタの左をもらいました。まあ、ですからその接近になって、ね、そのラニタのその左利きと、はい、右アッパーですね、おっと、気をつけなきゃいけないですね、はい、左を当てました中島。ラニタ序盤中盤のようなちょっと勢いはなくなってまいりましたチャレンジャー、うん、しかしまだね持っていきますね、一発のね強いパンチまだありますね、はいはい、ボディ効いたかな左アッパー、ヘンドボディ左アッパー、はい、いいですね、持っていきました。ボディに2つ叩き込んでいきましたチャンピオンです。さあチャンピオンが9ラウンド以降ペースをつかみ始めたが、しかしラニタもアッパーを返していきました。もう少し中島が徹底としてそのボディ効いてますから、はい、打たなきゃいけないですね、休んじゃいけないです、休んじゃ、うん、まあ、こういう揉み合いの中ではねボディ打つチャンスなんですけどね、はい、ちょっともったいないですね、投げ付き合いです。左アッパー、右を出していきました。このアッパーですね、はい、右アッパー、右アッパー、ちょっと疲れてますか、いや、あの効いてますよ、効いてますか、はい、右アッパー、しかし逆にアッパーを持っていったのはアラン・ラニタ。中島もどうでしょう、ここはチャンスだと分かっていると思うんですが、左のボディをもらってしまいました、はい、逆に中島君がね、はい、いパンチなんですけどね、はいはい、第10ラウンド残る時間が1分です。さあここからが踏ん張りどころチャンピオン、初めての防衛戦、世界に向けてこの東洋でつまずくわけにはいきませんチャンピオン。まあ、中島そのミニアッパー打っても、ミニアッパーいいですか、その左アッパーですね、左アッパー、2発3発打ってもらいたいですね、はい、逆にアッパーを持っていったのがアランダニタ。数だけ、はい、に詰めました。ニュートラルコーナーに詰めて逃げ出していくチャンピオン。右打っても左返す、左アッパー、左アッパー。沼田さんからは再三左アッパーという声が飛んでおりますが、その左アッパーが出るかどうか。第9ラウンドから接近戦になりました。いいですね、右、右、左、もう一度右、右ストレート、左、うん、しかしラニータも大きな左を返していきます。飛び込んでいっての左はチャンピオン、中島押し込んでいく、力まずに、はい、その軽いパンチでいいですから、はい、ちょっとやはりコンビネーションでね、数、ね、のパンチ打った方がいいですね、はい、自分はいい流れの中にあると話していました。初めての防衛戦も KO で語りたいと話していました。ようやくエンジンのかかってまいりました中島。ここで第10ラウンドを終了しました。このラウンド放送席沼田さんは10対9中島につけています。いよいよチャンピオンのエンジンがかかってまいりました。これから第11ラウンドを迎えます。こちらはチャレンダーのアラン・ラニタ、フィリピンからやってまいりました。現在ランク8位です。24歳の中島、そして22歳のアラン・ラニタ、この両者の戦いはいよいよ残すところ2つのラウンド、11、12ということになりました。さあ沼田さん、ここからの戦いなんですが、はい、もうね、ここから勝負ですから、はい、フットワーク使っちゃダメですよ中島、フットワーク使ってはダメ、ダメですよ、はい、歩くような感じで、どん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 やはりその、ね、ガードしっかりして前に出て攻撃するということですね、
特にその上をあまり狙わないで、上を狙わない、はい、左右アッパーそのボデですね、特にその左アッパー、はい、有効に使うことでしょうね。第9ラウンド終盤からようやくエンジンのかかってまいりましたチャンピオンの中島。逆にアラン・ラニタの方が何かこう自分のエネルギーガス欠になってきたかなという感じもあるんですが、しかし大橋さん、しかし飛び込んでいくときに大きなパンチがあるんですよね。そうですね、たまにその力強いね、はい、まだ倒せるだけの、ね、パンチありますから、はい、やはり油断はね禁物ですよね、はい。中島を指導する笹潤トレーナーは行くときと引くときのメリハリを今回はしっかりとしたいとそう話しておりました。まあ大沼さん行くときですけどね、はい、ただその攻撃ですけどもね、はい、いわゆるその前半から中盤までいやそのラニータがその前に出て中島が下がるようなボクシングで、はい、逆にその後半から中島が前に出てきてますね、こうでなきゃいけないですよ。そして相手が下がってくる、はい、そして攻撃に結びつけるボクシングですよね、そうすることによってそのリズムポイントを取ってくるわけですからね、はい、ようやくペースを掴んでまいりました東洋太平洋初の防衛戦の中島。世界に向けてここでつまずくわけにはいかないとそう話しておりました。その初めての防衛戦、右ストレートをボディに回っていきましたチャンピオン。アラン・ラニタの右の大きなフックは空を切っています。飛び込んでいきました。さあ接近戦挑んでいきます中島。中島は大胸のパンチいいですかね、はい、右小さなそのショートのパンチですよね、はい、数欲しいですよ、数欲しい、はい、さあチャンピオンが前に出るという形、ラニタも左を返します。場内のボルテージも上がってまいりました。こういう打ち合いになりましたからワンツーストレートですね、はい、ワンツーストレート、はい、ワンツーレバーも当たって、はい、もうラニタもかなりね、はい、ダメージと疲れがありますから、はい、そうですね、ショートのパッチ3つ欲しいですね、中島自身もですねやはり単発で終わってしまうことが欠点と、ワンツースリー3発はコンビネーション必要だと話しておりましたが、そのあたりどうでしょうか。聞いてますね、さあ11ラウンド、ちょっとアラン・ラニタが疲れてますか、中島チャンスです。場内からも池という声が飛んでいる。さあラニタがちょっと後ろに下がっています。ラニタちょっと疲れました、うん、完全に疲れましたね、はい、もうチャンスですから ね、 そうですね、一気に行きたいですね中島、はい、東洋太平洋は12ラウンドですが、さあ完全にラニタ力を使い果たした感じになりました。さあどうしても上げますが左をもらいました、はいはい、これがちょっと怖いですね。チャンピオンがノーガードで打ちに行ったところ左をもらいました、うん、もう一度左です。アラン・ラニタ中島下がらないで、はい、いわゆるその状態をね、はい、相手に預けるようなそのボクシングすればまたのパンチは来ないと思いますから、はい、打って下がようとするとどうしてもこのラニータの右フックと左フックパンチもらえますから、チャンピオンの左サーカーコーナーに追い詰めた。第11ラウンドここから攻められるか。第11ラウンド終了しました。このラウンドも放送席の皆さんが10対9中島につけています。中島博史初めての防衛戦最終12ラウンドこれから迎えようとしています。10ラウンド以降中島がようやくペースをつかめ始めて、11ラウンドいい戦いがありました中島。さあ残り3分間の戦いです。ラストラウンドのコール、残り3分、軽くグラブを突き合わせて、さあ泣いても笑っても3分間の戦いになりました。しかしラニタも先ほどのラウンドでもかなり疲れたのかなと思ったんですけど、はい、あの一発ね、はい、すごいパンチを見せましたよね。そうでしたね、そのパンチはね、はい、もう最終回でも気をつけたいですね、この左です。ラニタ川島さん、はい、大久保さん、青コーナーですがね、ラウンド間もねやはり最初に比べるとかなり疲れたなという感じで、自分からね足をマッサージしてくれとトレーナーに頼むような感じでしたね。あ、左ボリー、うん、ただですね、はい、もう判定のことは考えないと、はい、KO を狙っていくインファイトは望むところだとトレーナーは言っております。インファイト望むところというアラン・ラニタ、しかし中島も体を預けて接近戦を挑んでいます。最終第12ラウンドです。体をもう少しね預けてですね、はい、左をもらいました中島、このパンチですね、気をつけなきゃ、はい、中島、うん、初めての防衛戦です。去年迎えた初めてのタイトルマッチ、日本ミニフライ級のタイトルマッチは残念ながら破竹の11連勝12連勝はなりませんでした。しかしそれから掴んですぐに日本タイトルマッチ、おーっと倒れましたが、これはスリップですね、はい、まあ、あと中島気をつけなきゃいけないのはですね、はい、いやその打ってその下がる気持ちをですね、楽してとにかくその前前出るってことですよね、はい、前にそこが楽ですから、はい、至ってもいいからその前に出るってことですね。日本タイトルからすぐに東洋太平洋、このベルトさらに輝く世界のタイトルへと結びつけたい中島、もう少しその中島決めてのね、はい、パンチもう少し持ったら倒せる相手ですけどもね、もう特にその
11ラウンドとこのラウンドですね、はい、いくらでもあると思います、チャンスは。ラニタももう相当疲れまして、クリンチに再三行ってるんですが、下のボディを見せました。さあ残りまもなく1分少々、中島がどう攻められるか。中島が強いねボディにパンチ打てますから、はい、あれをねもう少しね早いラウンドから打ってれば、もう KO でね終わってるんですけどね、はい、今のもラニタスリップになりましたが、何かこう力を使い果たしてこう倒れ込んでしまうような形ですからね。さあ1分を切りました、チャンピオン中島、ここからどう戦うか。中島君ね、今後のためにねここでねダウンを取るなり、KO するなり、はい、なんとかしたいところですよね。そうですね、世界に向けてそのきっかけをつかみたいと話していました。中島、右のボディを見せました。第12ラウンド最終ラウンド、残る時間がまもなく30秒。序盤は涙の強打に苦しんでおりましたが、終盤になってようやく中島のペース、右ストレート。さあ涙も疲れていますが、中島パンチを出したい。しかしね、このボディを打てるポジションにいるんですけども、はい、ここね打たないでいるんで非常にちょっともったいないですね。ラニタが頭を下げてクリンチに行っています。最終12ラウンド残り10秒、ラニタ左空を切りました。さあチャンピオンどうか、残る時間がほとんどありません。中島ひろし東洋太平洋ミニマム級タイトルマッチ、初めての防衛戦、ここで最終第12ラウンドのゴングが鳴りました。中島ひろし初めての防衛戦は判定での決着ということになりました。放送席の採点、沼田さん、そして大橋さんともに、まあ、最後9ラウンドから12ラウンドまでは中島ということになりましたが、まあ、序盤がどうレフェリージャッジが判定しているかということになりますけどもね。まあそうですね、はい、まあ、後半よくですね追い上げていったんですよね。そうですね、はい、ラニタがちょっと疲れました。その感激を縫って中島が前に出ていきました。最終12ラウンドはこのようにワンツーもありました。中島初めての防衛戦、相当疲れましたが、中島ひろし東洋太平洋ミニマム級タイトルマッチ初めての防衛戦、判定でアラン・ナニタを下しました。中島ひろし防衛ということになりましたが、まただしかし沼田さんからも再三あったように課題は残るというような形になってしまいましたが、まあ、そうですよね、はい、攻撃面で特にね課題が残った試合だと思います、大橋さんはいかがですか。はい、でもあまりいいねいい試合ではなかったんですけども、はい、しかしこの素質的にはね中島君素晴らしい踏み込みを見せてますから、はい、まだまだこれを伸ばしたい、伸ばしてもらいたいですね。そうですね、とにもかくにも中島ひろしが初めての防衛戦、KO勝ちはなりませんでしたが、強打のアラン・ナニタを判定で下しました。中島が見事ミニマム級タイトルマッチタイトルを防衛しています。